私たちは問題点が合うのに何もしないというのは責任ある立場としては取るべきではないと経団連は今年度新卒学生の採用の選考開始時期を4月から8月に遅らせましたが逆に就職活動が長期化したと批判が相次いでいましたこののため来年度にについてては面接の開始時期に限って 2ヶ月程度前倒し、6月頃からにする方針を固めました。経団連が会員企業を対象に行った調査では、先行スケジュールの変更について96、96%の企業が何らかの悪影響があったと回答したということです。ただ、大学関係者から混乱を助長するという変更に反対する声も上がっているため、政府や大学とも調整して、今月中に正式に決定するとしています。 説明会などの広報活動の開始時期については今年度と同じ3月からで変更しないとしています。